アルテタがキビオルのポジショニング直さないのは何ですか、富安とかジェンコはできてるのに。と、ジンチェンコも実はできてなくて、あれはシステムを変えてジンチェンコが中入りすぎるというか、アーセナルってこう、ウィング広がった中に、まあ相手のこういうポジションに対して、この時に、この迂回経路をサイドバックとセンターバック一緒にこう作るときと、この曲がりが開いてて、その時に前上がってって、相手ここつくからこっちのときと二つある。これを、富安は、ここ取るとき、ここ取るとき、これが完璧なの、これ。で、これ一応、シュアフォードだと原則でペラ幅で移動すると、味方がこう出てるときは一列上がれば、相手が出てきたらその一列上がったとこ斜め後ろで受けるし、出てこなかったらマークつけてこうなるし、これ相手引いてたらここで前向けるし、みたいな。こういう理屈やってんだけど、ここまで普通リズメしないから、ここの感覚的にここをこうなる人、このジャカが上がってるときに内側入る人みたいな。で、これを富安の感覚で間違ってないだけで、なんで富安の感覚って言えるかというと、キビオルだと張りすぎる、ジンチェンコだと中入りすぎて、ここ繋がんなかったり、繋がってるんだけど、もう、このサイドではめられる状況なんだよ。だから、ここを原則化してないから、人によって、センスがめちゃくちゃ出る。だから、富安だと完璧な立ち位置を取ってくれるみたいな。で、これはやっぱりじゃあ、センスで任せるってなるとどうなるかっていうと、選手のその能力。いいポジション取ってると思っても取れてないみたいな。歌と一緒で、自分はうまく歌ってるつもりでも音ずれてる人なんていっぱいいるじゃん。の感じと似てんの。で、徐々に治ってくみたいな。映像を見せながらとか。そうだ、富安が歌うますぎるだけで。で、歌のアレンジがうまいとか、この感じで来たらこっちの方のコードで行こうみたいな、なんか。そこまで落とし込めなきゃいけない。でもこれはね、自画自賛するみたいになるのは本当嫌なんだけど、僕はここまでやんなきゃいけないとは本当に思ってるんです。なんでかっていうと、選手はこう見てないから。こうだから選手の視点って。選手の視点こうだから、わかんねえじゃん。だから、この視点で、この視点でみんなが見たときに、これね、すごい斬新な画角だね。ここでセンターバックボール持ってます。あ、じゃあ俺は、この時に上がってくと、ここパスコース繋がんなくて、ここ降りてこなきゃいけなくなるから、今はここだな。そうだ。で、これでウィング上げれるな。で、これでセンターバック、例えばここで相手がプレスかけてきたから、一回キーパー戻しましょう。で、一回開きます。センターバックボールもらいました。ってなったときに、この選手こう開くとこうはまるな。じゃあ俺一列上がろう。そうすると相手プレスかける。プレスかける。ってなると、こうだ。ってなると、これ今喋ったみたいな原則が、ボールホルダーっていうかサイドバックがずっとペナ幅で上下してるじゃん。で、ずっとペナ幅で上下すれば、繋ぐときと人がいるから繋ぐ必要なくて、おとりになるときのこの2種類なんだよ。これピッチの判断できないでしょ、みんな。だからここの原則必要なの。これ気づいたの笠原くんですか？すごいですよね。映像見てて、まあ僕は、ここ繋ぐ立ち位置立てっていう。だから、教え方として、これ中盤でもどこの選手もそうなんだけど、自分の選択肢が一番多い立ち位置に立てって俺言うの。センターバックも横パスもらうときに、これ、ここでもここでもここでもいいじゃん。でもこれが、ここだと、ここからキーパー戻す逆サイド振るとかあるから、こう立ち位置立て。だから、サイドバックも、ここだと、こうも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 こうあるかもしれないけど、相手が寄ってきたら、こうしかなくなるじゃん。ここしか。ここしかね。なくなる。だから、一列降りると、こうこうあるみたいな。で、この時にここの立ち位置が、繋がってないとあれだからここ下ろして、これがファジーゾーンっていう立ち位置なんだよ。で、この時に、これ映像見てて、この立ち位置間違う選手なんとかできないですかねっていう話してて、あ、ペナ幅だみたいな。ペナ幅で上下すれば、こここうなるし、こうなるしでずっとウィング孤立させなくて済むし、この選手の感覚的にも今どこっていうのが、ペナ幅だけで上下すればわかるみたいな。っていう風になるから、これね、一番いじりたい画角で変な話だけど、実際はめっちゃいい話してるからね。普通はここまでやんないじゃん、だって。ね、別にボール失った時に、あ、選手のクオリティが足りなかったって言えばいいからね。で、うちはどうしたらウイングに繋がって、みたいな。で、これを今のシュアボも全員が理解してできてるわけじゃないから、だから、きついんよ。別に選手違反じゃない。これはそのぐらい、チームに落とし込むって大変なことだから、だから、富安みたいな選手はすごいって俺いつも言うんですよ。そう、ペナ幅が座標になってる。いいですね、それ。で、こういう話を全部しちゃうのはやっぱり、うちだけ気づいてるよ、すごいっしょっていうことを言いたいんじゃなくて、このぐらいやっぱりやんないと、選手は動きにくいの。さっき見せた画角みたいに。普通にサッカー部で部活やってきた人からしたら、今のって狂ってると思うんですよ。監督がここまで考えて選手こうしろっていうのは。で、僕からしたらやっぱりこの、だからある意味サッカーを好きじゃないから、好きなんだけど、ずっとサッカーやってきた人みたいな、こう、ピッチ目、なんていうのが、その人たちの好きとは種類が違うから、だからこそ、いや、一番点取る、一番点取られないがいいサッカーでしょ。そのためにはこれが必要だよねっつって、ビジネスの目標を設定して、そのために PDCA 回すみたいなのと、同じ感じでいけるから、結果、それをやってないサッカー界だと異端になるんだよね。で、それ、そういうのをやりたい人がシュアバー入ってきてくれるみたいな感じかな。やれやこら監督多いから。そう。で、そっちが普通だから、それ見に来てくれてるみんなにすごい感謝なんだけど、
そう、変態たちに、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオゾフトボールでした。バイバイ。Yeah.